範囲攻撃が欲しい。まあ、そのうち出てくるんだろうな、範囲攻撃も。マルチショットみたいなとか。こっちへ入れってか、ここじゃねえな、こっちか、入んなきゃいけないな。あ、初めてだからね、あんまり飛ばし飛ばしに行くよりも順番に攻めていこう。今レベルいくつだ、それはレベル4。上がったから、ブラスト
シールド。これを能力上げて、ブラッシュバー、これも使うか。いや、アビオンで、2番に、プラスシールドを入れようか。あ、これあれか、パッシブか。もうクリティカル派でバシャーンぶっ飛ぶね。素材か、はいはいはい、
サイドクエストが増えていく。いろいろ増えたぞ。バービッチにあるエステート難しい。コメント8洗いでの公開は今日は何のゲームですか？今日はね、グリムドンっていうね、ハクスラタイタンクエスト作ったところが作ってるやつ。まだ途中だけどね、アーリーアクセスで。コメント9マルチあるよ。あるよ。いや、まだ未完成だから今マッチできんのかな。コメント中 HATI さんなんだけ開発しなきゃ。
コメント11でも日本語あるじゃん。ああ、日本語はこれモッド、このゲームの公式フォーラムで翻訳やってて、それができたよっつって公開してたかな。おお、日本語でできるんならやってみるか。タイタンクエストもね、よくできてたからね、日本語訳。コメント12、HATI さん、言われてみれば動きが TQ っぽい。ああ、タイタンクエストもあんま。コメント13、GRIM どんぶりでググっても出てこねえと思ったら DAWN かよ、おわらだ。そうそうそう、うわあ、なるほど、引き打ちになるんだよな。右が見えにくい。狙いなんだろうけど。コメント14、エアブロさんとかはやらないの？エアブロさんはめちゃくちゃやってるよ。パラゴンレベルもうすぐ600だ。580ぐらいいってんのかな。570いくつだっけな。エアブロもうすぐ、ね、コメント15、今度シーズンに始まるけどやる？シーズンはやらない、全く興味ない。だからパスオブエグザイルもなんかシーズンになっちゃってからやってないしね。ワンシーズンだけやったかな。新キャラのお姉ちゃん来て、新キャラのお姉ちゃんで、お、なんか来たぞ、なんだこりゃ。コメント16、シーズンでふとしたことで死んだの出前か。ふとしたことで死んだってよくわからんな。あのパスオブエグザイルね、ラグいから、強制的に同期取るコマンド、マウスのサイドボタンかなんかに当てておけば、 OOS だっけ、コマンド当てとけば、あ、当たんない、ずれてるずれてると思ったらサイドボタンを押せば強制的に同期取るようになるから、それを使いこなさないと。あれはなかなかきつい、ハードパーなんかまずできないっていうか、やりたくもないし。コメント17、なんだ残念、発売1ヶ月で飽きて今度シーズン2で復活しようと思ったんだけど、あんまり役人だけはいるよ。ディアブロは人多いよ、やっぱりなんだかんだ言って。次のパッチ来たらね、装備が新しいの来るから、セットものの新しいのが追加される。はいはいはい、こうあるんだな。そしたらまたやる。この間やったばっかりだよ俺配信で。コメント18、あと先輩が多性能で開始できるのも魅力なんだけど、やっぱりギャラ1から育てるのめんどい。略ディアブロは全然めんどくさくないよ。パワーレベリングで2時間でいけちゃうし、一人でやっても1日あれば1キャラ70までいけるからね。またパタタンパタタンって置いた。まあいいや、上行こう。ディアブラ本当やりやすくなったよ。
ボス級か。おお派手だな毒のエフェクトが。コメント19無印は微妙だったけど、オークションハウスなくなって ROM 来たら神ゲーになくなった。ああ拡張で変わったね、かなりね、相当面白くなったね。オークションハウスは何だったのかっていう、まあ、それなりに儲けさせてもらったから俺も別に文句はないけど。コメント20、ディアブロ勢は勝ちすぎて怖い。最初の方は一晩寝たら PL100 以上差がつくかも。ああ最初の方はね、でもバラボンレベルなんて全然上がるかな。コメント21、オークションはゲームをダメにしてた。ああドロップ率も絞ってたしね、やっと出たってゴミかよみたいな。今なんかレジェンタリーどの辺がレジェみたいな、ボロボロ落ちるしね。まあ両補正はやってなるとやっぱりね、出やすいのと出にくいのとの差も激しいのもあるけど、おおいっぱいいる。本当はちょうどいいの振りが分かってたんじゃないのかな。あのこいつら敵同士喧嘩したぞ、ゾンビとこの虫喧嘩したぞ。タイタンクエストみたいに宝箱はあっちゃこっちゃにあるっていう感じじゃないんだね。のドロップ中心なんだ。これはなかなか良さげだね。なんちゃらグリム白は捨てちゃえ。てかインベントリー最初のうちは狭いな。あれ今あったかな。あ、同じか。あ、これ同じか。コメント23、 TQ の宝箱はちょいやりすぎた感が。 W 当時は助かってたけど。あーで、あのボスの後ろにある緑のでかい箱を開けるとワッチャーって出てくるのが結構好きでね。で、緑ねえのかよみたいなさ。
ばしてくるな、矢みたいな。使用できる 30Hz 7% 凍結時間減少、指輪まだ持ってないし、黄色いボタンを。次の動画へは動画をクリックしてください。スマートフォンの人は下のリンクからお願いします。